どうも、ヤドです。今回もですね、商業実況やっていきたいと思います。さあ、お相手どんな方でしょうかというところなんですけども。お前が先手だ。さあ、お相手初段の方ですね、角川リガオト君の方ということでやっていきたいと思います。さあ、今日楽しく商業実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手棒銀？棒銀か？これはまっすぐ棒銀ですね。本当に爽やかな、大変まっすぐな棒銀ですね。一回銀引いてもらえますかと思うんですけど、どうですか？はい。これで、飛車先重くなってるんで、まあ、こちらとしては文句なしですね。文句なしの展開で、まあ、これで銀上がっていって、こっちはこっちで棒銀決めていくぜっていう。あー、でもあれか、2筋がっつり固めてくるタイプか。それだと、ちょっとあんまり面白くないですね。あんまり面白くないけど、これは意外と面白いか。これは意外と面白いパターンもあるぞ。まあこれで角出てくるっていうね。なるほど。なるほどね。さあ、これどうしていこうか。どうしていってやろうかっていう感じですね。なんかこれあえて銀交換する？あえての銀交換ダメ？ここにぶち込みたいっていう話なんだけど。2分30秒。あ、それはもうこれ風だね。風ついていくって感じですね、これはね。ちょっと請求かな？お話が請求ですかね、これね。ちょっと横歩取られまくってどうなるかっていう感じなんですけど。はい。でもこれに、ここに銀打てるっていうなんかメリットが、なんか一瞬感じられたんだけど、気のせい。気のせいだな、これ。全然メリットじゃないじゃん。これ、角で取られて、角で取って、飛車で取られて、この金が浮いてるから、あ、これ全然ダメだわ。やっぱりおとなしく銀打っときゃよかった。これ逆に、もう、飛車これ取った方がいいんじゃない？この方がまだマシなんじゃない？これで、桂馬取っておいて、飛車、これ王様、ここの、歩を開けたら王様が逃げられるから、そうだよね。あ、待って、これ銀浮いてるじゃん。銀浮いてるじゃん。やば、桂馬打たれる。やっぱりちょっと逃げ道作っとかないとダメだな、これ。飛車でしょー、ここに香車でしょ。2分。はい。で、これ逃げといて、でもこれ逃げておけるから、逆に言えばね。逆に言えば逃げておけるっていうメリットあるんで。これでどうにかなんないの？どうにかならんもんですかね、これね。これで、王手飛車取り。この王手飛車取りは、小さい話じゃない、ないはずよ、これは。で、相手銀2枚あるけど、こっち詰ませられるかっていう話ですからね。王様がな、上に逃げていけると思うんだよな。でも、金が手に入るのか、相手に。だとしたら、やっぱ一回逃げとかないといけないのか。でしょ？これで、30秒。待てよ、よく考えろ。王手して、待ってよ、これで王手して、合駒？合駒請求、ここに王手？いや、これ角が、馬が効いてるな。馬が効いてて、これこっちに金か？それ逃げていくんだ。逃げていくのに、ここに飛車。金、
金じゃダメか。でも金で王手しかできないもんな。でこれで上に逃げる準備、これ上に逃げる準備するしかない。もしかして上に逃げたら助かる、まだ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 助かるっていう例のやつ、例のやつ、もしかして飛車でどうに、竜の存在がめちゃくちゃでかい可能性ある。これこれで王様上逃げていって、王様上逃げていってだよ、やばい、これ金上がり意味不明なんだけど。違う、これで飛車引きたいわけよ、引きたいわけ、引きたいくって、飛車、飛車引きたくって、でこれで角で、さあなんかこの金に当ててきてるけど、当ててきてるのうざいっていう話して、さあこれで王様逃げていって、王様逃げて、これは取れるでしょう。これ詰ましに行けないのか、行けないのか、これこれ詰ましに行けないの、一回これは飛車で取って、あと7秒相手が、いやこれ飛車で取って、で一回さ、これ馬作ってさ、馬作ってから下に行けばさ、あっとやばい、それはあ、やばい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 、時間が、時間がまずい、時間がまずい、時間がまずい、時間、はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。はい、対戦ありがとうございました。まあこういう勝ち方も、ありますという感じですね。はい、お疲れ様です。最後何も見えてなかったですね。お疲れ様です。どうもヤードです。今回もですね、将棋ウォーズ実況やっていきたいと思います。さあお相手、どんな方でしょうかというところなんですけども、さあ初段の方ですね、右四間飛車左美濃がお得意の方ということで、さあ右四間飛車が嫌いな上に左美濃も嫌いなんで、とんでもない相手ですね、お相手では。しかも後手番っていう、後手番の勝率が今ね下がりまくってるんで、一回盛り返したんですけどね、一時期からしたら、一時期からしたらかなり盛り返したんですけど、まあ良くない状況に突入しちゃってるんで、後手番の勝率を上げていきたいですね。さあお相手は矢倉囲い、矢倉囲いなんですけど、これ相手の銀の位置が良くないんだよね。あ、やっぱりこれは銀の位置が良くないから、あ、銀の位置じゃないですね、相手の王様の位置が良くないんだよね。間違えた間違えた、あの王様の位置が良くないんですよ、王様の位置が良くないので。ただ飛車の位置がな、飛車の位置がここじゃ良くないんだよな。一回ちょっと、あ、でも角出てくんのか、これミスった。あ、そっちに行ってくれる、そっちに行ってくれます。はい、あ、飛車で取ってくるんだ、これ取ってくるんだ、今日これ分かんない、どういう感じ、これまた回りたいけどね。まずはまあ打ってもいいし、飛車、まあ飛車打つのか、飛車打ちたいですね、これね、これ角出てくるつもり満々ですね。2分30秒、回るか、はい、でここに銀打っておいて、っていうかここに歩打てばよかっただけの話かもしんないけど、この銀もったいなかったか、入って銀打ちたかったもんね。これは金上がって、あっと大丈夫か、一瞬角に飛車、角が飛車に当たってる気がしたけど全然当たってなかったです。危ね、危ない危ない、バイ福田和子、まあこのネタがわかる人はね、同じような年代ではいないでしょうね。はい、バイ福田和子っていうのは危ない危ないっていうね、松山ホステス殺人事件というのが昔ね、大昔にありましたけど。さあ、これで、ですね、これで、一回、馬取り兼、この桂馬取りが、かかるんで、まあ悪くないでしょっていう、悪くないよねっていうことなんですけど、はい、これで、一回、
そうですね、これもう銀打っちゃってもう何もさせない立ち回りっていう、何もさせませんからっていうやつやっときましょう。で、これで桂馬取っといて、桂馬取っといて、ですね、2分、ここに銀上がっておくのかな。死ぬ？死なないでしょ、死なないので、死なないので、これ金取られるけど、この金取られるけどね、この金取られるけど死なないので、まだギリギリで角打ちで詰みじゃないですかね。角打ちで詰んでるかと思われます。はい、これで次ですね。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったねしてる。まだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくThank you.